次は東京都墨田区サクサク三角サンタさん、スカイツリーライティングリポート。毎週土曜日はジョジョの奇妙な冒険タイアップライティング。今日も綺麗なグラデーションが見られました。19時30分から24時はジョジョの奇妙な冒険のなんとコラボイベントが行われているんですね。私ですね、勉強不足なんですけれども、ジョジョはですね、途中までしか見ていないんですよ。なので長いですからね、アイリンさんとユイちゃんにちょっとポイントを聞こうかなと思いますよね、うん、ユイちゃんジョジョ好きなんですよね、うん、ポーズしてましたよね、なんかやれやれだぜってやってましたよね。私ね、ジョジョはね、まだ履修状況良くないので、いやー、でも果てしないですよね。いや、興味ある分野が多すぎて迷うんですよ。あ、信じられないって言っちゃいました。ここで進んだらもう一歩引けなくなるじゃないですか。わかりますか、このリミちゃん、確かね、ジョジョ好きって伺いましたよ。アイリンさんも好きですよね。ですよね。いや、私もね、その世界に行こうかと思ったんですけど、もう一歩引けなくなりそう。いや、もう見るか見ないかってなったらね、え、うん、一回見たらドハマりしちゃって、なんか出社できなくなったら大変じゃないですか。なのでちょっとね、うん、ね、見る時期を検討しております。各シリーズの主人公をイメージしたカラーが約2分半で移り変わり点灯します。皆さんのおすすめキャラを教えてください。私調べておくので、それによって決まりますよね。1部2部半、あ、そうなんですね。何部まであるんですか。出社してくださいって、もちろん出社はするんですけど、どなたがお好きとかありますか。うん、初中までなんですよね。キシベルハン、守備班以外、そう、ちょっとね、見たいですよ、もちろん見たいんですよ。空城城太郎ってきましたね。え、どうしましょうね。でもここまで言われたら見ざるを得なくなるじゃないですか。どうしましょう、時間ないよ。時間ないよって思いながらね、でも時間は増やすものですからね。わかりました。どうしましょうかね、今後。私、見るものがどんどん溜まっていくんですよ。やっぱディオでしょうって。いやー、見たいなって思います。いや、ありがとうございます、皆さん教えていただいて。いいですね、ジョジョ。またにたじゃないですか。いや、私なんですよね、見たら結構バッて見たい方なんですよ。一気に12話とか見たいタイプなので、ちょっとね、長期間休む時が来たらね、見たいなって思います。たまらないですね、うん、推しが増えると大変ですよね。わかりますよ、推しが増えると大変なので、どうしましょうね。あ、頑張ろう。何を頑張るか分かんないですけど、頑張ろうって思いましたね、うん、では今の、もちろんおこつくんが好きなんですけれども、もう増えれば増えるほど追いつかなくなるじゃないですか。少しずつがいいと思う。やっぱ、まあ、そうですよね、うん、ちょっとずつ見ますね。はい、京都行ったばかりですからね、もうね、時間がね、足りないですね。本当に1億年ぐらい欲しいですよね。いや、本当、でもそのぐらい欲しくって、最近間に合わないんですよ、何もかもが。もうね、履修が進んでいなくて、ちょっと頑張ろうと思いました。ゆっくり見るよと、ゆっくり見ますね、うん、頑張ろう。ちなみになんですけれども、各キャスターごとにツイッターをやっているということを皆さんご存知でしょうか。私も最近頑張って、なるべくですね、ツイッター毎日更新しようとしているんですけれども、ちょっとこちらのツイッター画面もご紹介できればなと思っております。皆さん、いつもね、こちらフォローをいただきありがとうございます。最近ですと、ありがたいことにいろんなこうお仕事をさせていただいておりまして、うん、あ、こちらはもう趣味のツイートですね。ですね、まあ、こういったダークモードとかね、会社内でもやってますし。恥ずかしいですね、なんかね、自分に。あとはありがたいことに
こちら永世乙女の戦い方という女流棋士を題材とする漫画の帯を書かせていただくことになりました。くずしろ先生と香川先生にね、いいご縁がありまして、一緒にこの帯をね書かせていただいたんですけれども、ぜひこちらの漫画すごく面白いので読んでみてください。将棋の内容なんですけれども、将棋詳しくない方でも楽しめます。私もそこまで将棋勉強不足の点も多いんですけれども、女流棋士たちが活躍する姿がとてもかっこいいんですよ。そうなんです、すごくかっこいいので皆さんねご覧ください。勝負ごとにおいて目がギラリって変わる方ってかっこよくないですか。普段おしとやかなこうキャラクターたちも一気にかっこよくなったりするんですよ。あー、当時の取り切りがあったんですか。え、懐かしいですね。え、まさかのですよね。これ去年の11月ですか。あ、去年の11月に紹介した推し漫画がなんと今回帯として書かせていただくことになりました。ねえ、何が起きるかわからないですよね。私も一歩一歩歩のように進めていければなと思います。飛車にはなれなくても歩なりでね頑張っていきたいですね。ね、と金強いですからね、頑張りますね、うん、推し漫画です。来週月曜日ということで、もうじきですね、30日ですね、早いんですよ。ぜひぜひ店舗にも行ってみてくださいね。運命ですかね、うん、こちらですね、推薦コメントを書かせていただきました。かっこいいんですよ。あとはですね、なんとアパレルブランドでありますグローバルワークさんのですねお天気キャスターに就任いたしました。津村さんと一緒にねこちらお送りしたんですけれども、すごく優しい方でした。あとこういう美シルエットパンツというパンツ姿でお送りしたんですけれども、美シルエットパンツ履きやすいんですよ。ポケットもたくさんあって、やっぱりこうお仕事する上で走り回れることって大事じゃないですか。もうシルエットも綺麗でかつ身軽に動けるので、私はこのパンツ推しです。推しパンツですね、推し漫画ならの推しパンツ、うん、あ、男性でも女性でも結構グローバルワークさん展開していますので、ぜひショッピングモールとかでもねお買い求めいただきたいです。いろんな色があるんですけれども、私の推しパンツは緑です。このちょっとこう見えますでしょうか、うん、今の第1回目は黒をね履いてるんですけれども、いろんな色があるのでぜひ皆さんも見てみてください、うん、そうなんです、まだ続きます、はい、どういうことですかね、うん、あとポンコちゃんの話もね、私はファンなので、ポンコちゃんのファンなのでリツイートしております。いつでもファンですよ、ずっとデビューしてからポンコちゃんのファンです。あとはね、こういう趣味の話ですね。いやーね、本当もう少し私だってわかるものをツイートしてくださいって言われちゃいまして、いや結構趣味に偏ってしまうので、顔を写してくださいってちょっとね言われちゃったんですよ、アドバイスいただいて。だからなるべくねちゃんと顔もね出せるようにしてお送りできればと思います。こちらちゃんと顔出してますね。あ、でもちゃんと顔出しましたよ、このようにね、うん、あとはエンカウントさんからね素敵な記事も書いていただきましたね。え、いや皆さんのおかげですね、ありがとうございます。小さいっていただいちゃいましたけど、これはちゃんと映ってますよね、うん、こういう機会があればねちゃんとねプロの方に撮っていただきました。いやありがとうございます。いやなかなかね至らないところも多いんですけれどもね。いやね、コスプレとかの話もあって、キャラを汚さない程度にできればいいなと思って、いや葛藤があるんです私の中でも。好きなキャラクターだからこそね、私が汚していいんだろうかとかいろいろあるんですけれども、ね、リスペクトを持って真摯にどんなお仕事もねできればと思っていますので、今後ともね
ウェザーニュースライブ全体で皆さん応援いただければと思います。各キャスターごとにもツイッターオープンしてますのでフォローしていただきたいなと思います。私の最近のおすすめはナナちゃんのスマイルチャージですね。毎日やってますよね、もう。あ、失敗したって。あ、アイリーさんですか。あの切り口もいいですよね。素敵ですよね、スマイルチャージ失敗ってなってましたね。8カメでやってましたよね、こうやって。やりますか。じゃあ終わりにやりましょうか。いや、身構えてしまいましたね。そうですね、じゃあ最後にスマイルチャージしていきましょうか。はい、ということで今日もありがとうございました。明日は今日以上に気温が上がりますので熱中症対策しっかりと行って快適にお過ごしください。ではゆっくりお休みください。